はい、こんにちは、横田です。これ、今日の言葉はですね、未熟っていう言葉。で、これ、斉藤ひとりさんから教えていただいたんですけど、僕自身まだまだ使うべきじゃないのかどうかわかんないんですけど、まあ、使ってもいいと思うんですけど、あなたがもし成功しているんであれば、ぜひ使った方がいいんですね。で、斉藤ひとりさんが言うには、成功し続けてる人、成功している人が共通して使う言葉っていうのが、この未熟っていう言葉。私はまだまだ未熟ですからっていう、まだまだこれから上を目指しますよというね、まだまだ今しょぼいですと、いうことを言う。だからこそどんどん上を行くから結果が出るんですよね。だけど普通の人はある程度行ったら満足して、俺はすごいって、未熟じゃないと、もう極めたとなった瞬間から落ちていくと、もしくはずっと、まあ、ほとんどその何にも変化がない人生の人も多いかもしれないです。ある程度の成功して落ちていく、もしくは成功し続ける人に共通するのは、私は未熟だと、まだまだこの上に行っててもまだここの気持ちなのかもしれないですよね。まだ下の方の、だからこそ今から上に向かっていくんで、全部同じエネルギーだと思うんですけど、やってることっていうのは全部ね。だけど一番楽しいのはやっぱり上に上がって結果が出ていくのが楽しいと思うんで、未熟っていう言葉を使うことはすごくメリットがあるんじゃないかなと、損得で考えて。別に道徳論で言ってるわけじゃなくて、私は未熟ですからって言ったらかっこいいなとか、そういうことじゃなくて、未熟っていう言葉を使うことによってどんどん上に行けるわけですから、私はまだまだ未熟です。そして周りの人からもすげえいいやつだなとか、謙虚な人だなとか思われながらね、損はなくて得しかないわけですから、ぜひお互いね、どんどん成功してきたら未熟ですと、私はまだまだ未熟ですと言っていきましょう。以上です。ありがとうございます。